engine for the life。車で行こうです。今回は比べて納得ハイブリッドの車哲学と題してスペシャルトークでお送りしていきます。エンジンと電気モーターを併用するハイブリッド、車の電動化を進めていく上で非常に重要な技術となっていますが、そこには実はメーカー間でさまざまな哲学の違いがあります。一見同じようで違いが際立つハイブリッド車を比べて納得していきたいと思います。BEV や FCV とパワートレインが多彩になっていく中で、ハイブリッドもその種類が増えてきて面白いですよね。そうですね。今回はルノー、日産、三菱アライアンスで同じ CMFB プラットフォームを使った B セグメントの5ドアハッチバック、というのを2台比べていくんですが、これプラットフォームも同じなんでね、実はパワートレインの違いがより際立つということで、全く異なるハイブリッド技術を採用したこの2台を比較していきます。まずは日産ノート、3世代目となる現行モデルはパワートレインをハイブリッドの e パワーに一本化、さらには高出力モーターを後輪に搭載する電動四駆を設定するなど、電動化時代のコンパクトカーを明快に具現化しています。今や日産の代名詞となった e パワー、 1.2 リッター直列3気筒エンジンは発電に専念し、全ての領域をモーターで駆動します。第2世代のシステムとして静粛性を大幅に高めているのがポイントです。もう1台はルノールーテシア e テックハイブリッド、ルノーを代表するコンパクトカールーテシアに設定されたヨーロッパ車としては珍しいフルハイブリッド車です。 e テックハイブリッドは 1.6 リッター直列4気筒エンジンと2つのモーターをモータースポーツで使われるドッグクラッチでつなぎ、ダイレクトかつレスポンスのいい走りを実現します。ルノーアルピーヌ F1 がこれまで培ってきたノウハウを注ぎ込んだユニークなハイブリッドです。 BEV 直系の技術を使う日産ノート、モータースポーツのノウハウを生かしたルノールーテシア、メーカーの個性がよく出ていますよね。そうなんですね。それだけに、乗り比べてどういうふうに違うのかっていうの注目ですよね。はい、さあまずはノートから見ていきましょう。前輪駆動の X グレードを高速道路と一般道で試乗します。電動化時代のコンパクトとして全てを一新した日産ノート、今回はプロパイロットや本革シートをオプション装着した二輪駆動の X に試乗します。Engine for the life。 今日は新型ノートに試乗しています。今回パワートレインが e パワーのみになりました。日産がもう並々ならぬ努力をして育て上げてきたし、そしてかなり自信を持っている、それが今回 e パワーのみという設定になって現れているんだろうと思います。やはり小さいバッテリーと、あと発電用のガソリンエンジンを積んでるんで、従来の e パワーはアクセルを踏んで加速をしていくとエンジンが結構勢いよく回って発電をしていたんですよ。今回の第2世代の e パワーは全くエンジンの存在感がないんですよ。こうしてアクセルを深く踏み込むと、はい、さすがにエンジンが回るんですが、でも回った時のエンジンの音もすごく低く抑えられていますよね。そのタイヤノイズが大きいところではそれを検知してエンジンをかけてバッテリーを充電するという離れワープ座までやってのけてる、そのぐらい制御が緻密になってきた結果の 100% 電動駆動フィールがものすごくいいねっていう、そういう領域までやっと e パワー入ってきたということです。さあ料金所からフル加速をしています。
いやー早いですね。まあシリーズハイブリッドというハイブリッド車なんですが、この乗り味はもう本当に電気自動車に近いですね。でこの新型ノートなんですが、デザイン的にも僕はかなりこれいいなと思います。端正なんだけれども没個性というわけではなくて、ちゃんと個性もあるし、全くその前高の高さが、その重ったるさにはつながっていなくて、まあ、むしろスリークな印象すらあります。でこのインテリアなんかもやはりこれこのクラスの日本のコンパクトカーとしてはめちゃめちゃ立派です。ドライバーの正面には横長の液晶メーターパネルがあって、センターにもまた大型の液晶パネルがあって、それをつなぐような形でレイアウトしてるんですね。この立派さっていうのはちょっとこうびっくりしますよね。一般道に入ってきました。今急勾配登っているんですが、まだこれエンジンかかってないんですよ。モーターだけで走ってます。あ、今やっとかかりましたね。かかったんですが、これマイクで拾ってますかね。おそらくマイクで聞こえないぐらいのエンジン音だと思います。これうっかりするといつエンジンがかかったのかわかんないぐらいの感じです。荒れた路面なんですが、はい、今日乗ってるのが X で16インチタイヤを履いているということもあって、ゴツゴツした突起が連続するようなところでは若干足回りのバタつきが気になるところではあります。はい、ワインディングに入ってきたんでスポーツモードを選んでました。とにかくアクセルをプッと踏んだ時の出足のグーンと押される感じがものすごく力強くてダイレクトでタイムラグがないですね。まあ、ハンドリングもすごくいいですね。ステアリング操作に対するこのフロントの反応がものすごく滑らかなんですね。まあ、この4つのタイヤうまく路面に押し付けながら、まあ自然に曲がっていってくれる。とってもこれは優れたハンドリングの持ち主ですね。この新型ノート、このライバルたちを突き抜けてきてしまった部分ってかなり多いと思います。やはりこう乗っていて感じるクラスを一つ上げたかのような、そういう感覚、これはライバルたちではなかなか味わえない部分なので、まあそのあたり、上質感とか静粛性とか動力性能とかそういったことにこだわりを持つ方はぜひですね、この新型ノート1回試乗してみることをお勧めします。いや、ノートいい車だよね。僕はカーブザヤでこれ満点10点入れたん、そのぐらい気に入った車でしたね。ともちゃんも結構この車お気に入りだよね。そうですね、あのノートって初代が登場した時に、それまでの日産のコンパクトって言うとマーチが大人気だったんですけど、でも先進国向けのコンパクトがどんな形であるかっていう意味でいろんな提案してきたじゃないですか、でも今回 e-power 専用になっていて先進感っていうのをすごくうまく打ち出してきましたよね。まあ、とにかくこの e-power の進化っていうのが大きくてね。でももともと日産で e-power 開発ってもうトップに隠れて細々とやってた技術だったんだよね。でそれがいつしか花開いて今は日産を代表する技術にまでなった。これアイデアも良かったんだけれども、やっぱり乗ってみると、あ、今までの例えばトヨタとかホンダのハイブリッドとは違うよねとか、なんか、あ、これリーフに近い、だからバッテリー部位に近い走りがあるよねっていう、そういう特徴を持ってるのが、まあ、魅力なんだろうね。そうですね、エンジンは発電役に徹して 100% モーターで走るハイブリッドって、意外とそれまでなかったものでしたし、すごいその特徴を生かしてますし、あと何よりこの CMFB プラットフォーム、これをベースに車自身の資質がものすごく上がった感じしましたね。そうだから、もうこれコンパクトカーでこれほど静かに滑らかに走る車っていうのはちょっと他にはないんじゃないのというぐらいに、なんか僕としては頭一つもう抜けてた感じで、だからもう結構迷わずに10点入れたし、あといろんなバリエーションがあるでしょ。そうなんですよ、でこれオーテックのクロスオーバーってちょっと地上高を高めたモデル、ルーフレールがついていて、アクティブなイメージで、この乗り味の良さとかにも驚かされたし、あとはその上にノートオーラって
っていうモデルがあったじゃないですか。あるある、3ナンバーのね。そう、だから選択肢がちゃんと用意されてるのがいいなって思います、うん、ニスモもあるじゃん。あ、そうですよね。そうそう、でニスモになると急にもうすっごい加速味わえる車になったり、あのあたり面白いよね。そうですね、はいはい、この後はルノー・ルーテシア E-TECハイブリッドの試乗です。走りにこだわったルノー独自のフルハイブリッドを搭載したルーテシア E-TECハイブリッド、その実力を岡崎五郎が検証します。Engine for the life. はい、今日はルーテシアに追加された E-TECハイブリッドに試乗しています。この E-TECハイブリッド、アルカナで紹介したんですが、アルカナは C セグメントのクーペ SUV、 そしてこのルーテシアは B セグメントのハッチバックということで、まあ基本的には同じプラットフォームを使ってはいるんですけれども、アルカナの方が二回りぐらい大きいんですね。でウェイトもこのルーテシアはアルカナに対して160キロ軽いということで、この軽くてコンパクトなボディにルノーが新たに開発してきた E-TECハイブリッド組み合わせてどんな走りを見せるのかということはすごく楽しみなんですよね。まあ、でも高速道路巡航している時のこのドシッとした落ち着き感、これはやはり欧州のコンパクトカーならではの部分があります。このシートの出来の良さなんかも含めて、コンパクトカーなんだけれども長距離走っても疲れないよ、快適だよっていう性能は、はい、あの日本の B セグコンパクトよりもやはり一歩先を行ってますよね。今工事区間でちょっと速度が落ちてきたんですけれども、こういう 4,50 キロからじゃあアクセルを踏んでいきます、はい、この時のモーターアシストによる加速がすごく気持ちがいいです。そしてある程度アクセルをこう踏み込んでいくとエンジンがかかる瞬間があるんですが、エンジンのかかった瞬間にブルーンとかかるんじゃなくてスッとかかるんですね。この洗練度も大したもんです。実はこれ4段の変速機がエンジン側にあって、モーター側に2段の変速機を持っていて、それとエンジンとモーターをドッグクラッチというレーシングカーのメカニズムで複雑にこれつないだり離したりして制御しているんですが、これドッグクラッチでやってるのにこれだけの滑らかさを実現しているっていうのはすごく優秀なメカニズムですよね。モーターの制御でうまくやってるそうなんですけれども、これを考えついた人はちょっと天才的ですね。でそれをしかもこうやって実車に乗せて、乗用車なんだけれども全然レーシングカーとは違う滑らかさとかを与えてきた開発陣に相当苦労したと思うんですけれども、いやいいものになってますね。さあワインディングに入ってきました。 1.3 リッターターボに比べるとこれ大体100キロ重いんですが、その重くなった100キロ分がどんな風にこう車に影響を与えてるのかって、ちょっと乗る前はやや心配な部分あったんですが、これね悪くないです。もちろんその警戒感という意味では 1.3 リッターターボなんですが、このプラス100キロが結構いい意味での重みに変わってるので、ちょっとこう B セグメントらしからぬ重厚感とか質感とかそういうものにこのプラス100キロ働いてますね。でそれとやはりこの E-TECハイブリッドの持っている特性が組み合わさることによって、まさにその一クラス上の走りの質感を生み出しています。今スポーツモードを選択します。スポーツモードにするとアクセル踏んだ瞬間のモーターに供給される電流が太くなる感じですね。よりビビッドな感覚が強まってきます。あとはこの4段のトランスミッションがより低いギアを選ぶようになるというのもやはり
そのスポーティー感を高める理由、そしてこのステアリングの手応えも変わってきますね。このルーテシアっていうモデル自体が本当にハンドリングのいい車でキビキビ走ってくれる、なおかつこのコーナーなんかでのこのしなやかさも併せ持っている、そこにこの E-TEC ハイブリッドのこのダイレクト感が加わることで、もうこれあのエコカーではあるんだけど、もうこのドライブフィールは単なるエコカーじゃないですね。もうあのファントゥードライブを心ゆくまで楽しめる、そんなハイブリッドです。このルーテシア E-TEC ハイブリッドなんですけれども、 25.2 キロという輸入車としてはダントツの1位の燃費プラス、やっぱり走り味の良さ、乗ってみてすごく感じましたよね。もうエコカーに乗りたいんだけれど、でも走りは諦めたくないよっていう方は、この車もう注目に値する1台だと思います。いや、このルーテシアの E-TEC ハイブリッドは本当に乗ってて楽しい車だよね。そうなんですよ、うん、ただ環境車だけではない、うん、やっぱりあのドッグクラッチマルチモード AT、うん、あの F1 のノウハウを採用した制御っていうのが、うん、なんかあのスポーツカー好きとしてはなんか響いちゃう感じありますね。そうあのノートの E パワーってできるだけエンジンの存在感を消そうっていう EV 方向に持っていこうっていう車じゃない、はい、でこの E-TEC ハイブリッドは確かに40キロぐらいまではモーターだけでも走るんだけど、うん、でも叱るべき時、エンジンを回していく、アクセルを踏み込むみたいな時って結構エンジン主体でスポーティーに走ったりする、そこがすごく違うよね。そうですね、エンジンの存在感が伸びやかに走るとかもあるし、うん、あとやっぱりこの12通りで変速していく加速、シフトアップもダウンもなんかすごく秀逸で、どこでつながっているのかわからないぐらい、うんうん、でも欲しい力はありのままにこう捉えていくのが、うん、このルーテシアの軽快さに相まって、うん、もうすごい気持ちのいいハイブリッドだなって思いました ね。 そうね。でルノーの人に聞いたら E-TEC ハイブリッドなぜ開発したかっていうと、ヨーロッパでディーゼル人気が起こっちゃってるから、うん、でも燃費のいい車は必要だよねっていうのでこれを開発したということだったんだよね。でまあなんか本当にそう考えると、ヨーロッパ車ベブ一辺倒みたいなところがこういうフルハイブリッド、しかも優秀なものを作ってきた。しかもヨーロッパって平均速度が高いじゃない、はい、で E パワーってやっぱり100キロ120ぐらいから先はね燃費落っこってきちゃうの。あ、うん、でもこの方式だったらもっと高い速度域でも燃費がいいっていうのもあって、まあ、わざわざ同じグループ内なんだけれども違うものを作ってきたっていうことなんだよね、うん、自分がどんな場所で車を走らせるのか、うん、どう楽しむのかで同じハイブリッドでもいろいろ選べるっていうのはやっぱりいいですね。あ、そうそう、もう選択肢があるっていうのが我々ユーザーにとって一番いいことだからね、はいはい、この後は他のメーカーのハイブリッド哲学を見ていきます。Engine for the life. 比べて納得、ハイブリッドの車哲学。元祖ハイブリッドのプリウスで知られるトヨタは、クラウンクロスオーバーやレクサス RX でこれまでと違う考え方のハイブリッドを出してきましたよね、うん、そうなんですね、まあ、なんでこういうことをやってきたのかっていうと、あの初代とか2代目3代目の THS、 あのプリウスが乗せてたトヨタのハイブリッドって乗ってて全然面白くなかったじゃない。確かに燃費はいいんだけど、でもスポーティーかというと全然そんなことない。ということでこの 2.4 リッターデュアルブーストハイブリッドなんかをね、搭載してきて、やはりハイブリッドのもう一つの可能性っていうのをトヨタは追求してきてるわけですよね、まあ、燃費一辺倒ではなく走って楽しいハイブリッドシステム、うん、まあ、これ RX に搭載されたりとか、うん、まあ、あの他の車種にも展開されてますね。そうなんですね。と同時に昔は運転がつまらなかった THS も最近のに乗るとモーターのトルクが増やしてきて、はい、結構あなんか気持ちいいよねっていう走りを見せてくれるようになった、うん、まあ、このあたりはトヨタがずっと秋尾会長がね、もっといい車作ろうよって海外じゃない、はい、って言い続けてきた効果なんでしょうね、まあ、そういった意味では、うん、なんか楽しく環境にも優しいっていうのは嬉しいですよね、うん、そうなんです、はいはい、そして高速域以外はモーター駆動となるホンダの EHEV、うん、まあ、シビックの EHEV はエンジンが楽しいハイブリッドというのがホンダらしいですよね、うん、そうですね。でシビックの、まあ、ホンダのハイブリッドも基本的にはエンジンで発電したのをモーターで走らせる電力で、はい、っていうのがメインなんだけど、でも E パワーと違うのは
しかるべきところ、必要な時はエンジンとタイヤを直結するっていう、そういうモードが加わっているところなんだよね、はい、そしてこの2リッターエンジン、このハイブリッド用に新しく今時開発されたということで、なんか当時言ってたのは、エンジンの効率を上げないとモーターの効率を活かせないっていうふうにおっしゃってましたね、そうですね。だからもうハイブリッドもプラグインハイブリッドもそうなんだけど、いかに燃費良くしていくかっていうのはエンジン次第なんで、エンジンとても重要で、この2リッターエンジンはハイブリッド用で熱効率を究極まで高めたんだけれども、でもね、さすがホンダだなと思うのは、それでつまんなくなってないっていうことなんだよね。そうなんですよ、まあ、こういうエンジンがこれからまだ先活躍してくれるというのはすごく嬉しいことですし、あとやっぱりね、私この車、阿蘇のワインディングで実は走ったことがあって、もうね、思わず心がときめいてしまいました、まあね、ホンダっていうのはそういう車じゃなきゃね。そうですね、はい、はい、エンジンフォーザライフ。ここで視聴者からのメールご紹介します。兵庫県50代の男性です。最近 BEV が増えてきていますが、私はバッテリーの劣化が心配です、使用開始後航続距離がどれぐらい低下しているのかなど、情報を出していただけたらありがたいです。なるほど、なるほど。リチウムイオン電池って当然ね、スマホなんかでも2年3年使うと落ちてきちゃうじゃない、でもこれ使い方に結構よるんですよ。でバッテリーも人間と同じだと思ってください。腹8分目がいいんです。あんまりお腹いっぱいになったり空腹すぎると本当に弱ってしまう。それから温度なんかも、人間がだいたい心地いいと感じる温度がバッテリーにとっても心地いい、そういういい条件で使うとバッテリーの能力っていうのはずっと長く保ち続けられるんですね、そういう意味ではハイブリッドなんかは、例えば、1キロワットアワーぐらいの小さなバッテリーですけど、これね、真ん中の美味しいとこだけ使うように制御されてるんですね。で、そう考えるとやっぱりバッテリー EV も急速充電あんまりしないとか、 100% まで充電しないとか、もう 0% にしないとか、そういうことをすれば相当長く持ちます、マージン考えて使ってる感じありますね。はい、はい。ということで今回比べて納得ハイブリッドの車哲学と題してお送りしてきましたが、ともちゃん改めて、はい、今回の車見てもそうですが、ハイブリッドといってもなんかモーターの強みを生かしてきたり、だいぶ変わってきている感じがしましたよね、そうですね。だからバッテリーブーが出てきたからハイブリッドはもう古いよじゃなくて、やっぱりハイブリッドの魅力っていうのは燃費がいいことってあるじゃないですか。でそれをバッテリーブー買えないような人たちにも広く普及させていくことによって、地球全体としての CO2 を減らしていく、そのためにやっぱりハイブリッドが持っている役割というのはすごく大きいですし、まだまだマーケットで、増えていくと思います。自分にぴったりのハイブリッド車見つけていただきたいというのがありますね。それではまた来週。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the life.